こんにちは、中村美香です。今日はね、こちらの夏のメイクをご紹介していこうと思います。今日ね、結構新しいコスメをいっぱい使うので、もしよかったら最後までご覧ください。よろしくお願いします。今日のカラコンはいつものチューズミーのシフォンブラウンです。で、本当に今日ね、寝起きすぎて何もしてないから、はい、こちらのダルバさんのね、スプレーミストセラムします。これ黄色とピンク持ってて、黄色がね、洗面所にあるから、こっちでメイクするときはこっちのピンク使ってます。違いが、匂いが違うのかな、何が違うんだっけな。最近やっとね、日焼け止めをちゃんと塗るようになってる。これもダルバの日焼け止めです。なんか今までさ、アンブリオリスのクリーム顔に塗ってから、ベースやってたんですけど、これがめっちゃクリーム代わりになるぐらいしっとりするから、最近ね、これしか塗ってないんですよね。日焼け止めなのに、なんかめっちゃしっとりするんだよね。はい、クッションファンデーションがこちら、ネーミングのレイヤードフィットクッション、これ SPF50 で PA+3 のものになります。最近もらったんですよね。こんな感じ。クリオのクッションファンデ前使ってたと思うんですけど、こっちの方がなんかツヤっぽくなりますね。薄付きでなんか結構濡れた感じのツヤ肌になるから、最近こっち使ってます。目のとこのコンシーラーはルナソル使います。薄付きなので、こういう目の下のクマとか、ちょっとくすみとか消すにはこっちの方がいいかな。で、なんかちょっと気になるところをカバーするときは、イプサのクリエイティブコンシーラー使います。今日はね、結構硬いテクスチャーでしっかりカバーできる感じですね。ちょっと赤みがあるところとかで、いつも使ってる RMK のシルクフィットフェイスパウダー P01 番を使います。これね、RMK の大きめのハケでふわっとのせていきます。はい、今日のチークはエルメスの19番ローズアプリコ、ローズエルメスっていうカラーになります。これがね、みんなから誕生日プレゼントもらったんですけど、こんな感じのちょっとね、ブラウン寄りのオレンジカラー、かわいいです、めちゃめちゃ。はい、チークした後にヒンスのハイライト使います。これが結構最近お気に入りのツヤが出るタイプのハイライト。これ結構ね、パールが入っててツヤはめちゃめちゃ出ます。この辺にそうかな。はい、で、今日使いたいのがこちらです。あいまきさんからね、ご提供いただいて、こんなにめちゃめちゃもらっちゃったんですよね。ちょっと開けていきたいと思います。めっちゃ嬉しい。はい、こちらはね、アイシャドウ3点、ブラウンとピンクと、これが MU って書いてあるんですけど、こんな感じのアイシャドウになっています。これが結構濡れたようなね、ツヤのある質感が出るみたいで、ちょっと楽しみですね、使うのが。あとね、こっちの2つがこんな感じ。これなんかアイブロウなんですけど、ナチュラル眉が簡単に描けるアイブロウパウダーって言って、このパウダーになってるらしいんですよね。カラーが2色あって、こっちが濃いブラウンかな、でこっちが明るめのブラウンなので、今日ちょっとこっち使いたいと思います。こっち系ってあんまり使ったことないから、ちょっと楽しみ。はい、アイナキデザニングアイブロウ OBR っていうカラーになります。こんな感じでパウダーがつくようになっています。ちょっとじゃあふんわりさせていきたいから、お、すごい、めっちゃかける。パウダーがめっちゃね、乗りますね。結構この眉尻もシュッて細くかける。ちゃんと乗ってるね。今こっちだけ描いてます。いい感じ。最近なんかペンシルで描いてたんですけど、それよりもこうなんかナチュラルなふわっとした感じの眉毛になりますね。よっ。
いい。はい、マユマスカラネーミング使います。これがね、ミディアムブラウンっていうカラーになります。はい、こんな感じです。なんかいつもよりすごいナチュラルなふわっと眉毛になったかも。結構気に入りました。これこのままなんかノーズシャドウいけそうな気がする。ちょっともう一回アイノキさんで、こんな感じで今ここにちょんちょんってやって、これをちょっと手でぼかしますね。うん、ノーズシャドウもこれ一本でいけそうです。でアイシャドウが3種類あるんですけど、どれ使おうかな。はい、アイシャドウこんな感じです。どれ使おうか迷う。結構私が好き系なオレンジの入っているアイシャドウと、これ結構ピンク系ですね。でこれがね、なんか結構ポイントになるような感じで色が入ってますね。こっちの今日チークオレンジにしたからオレンジにしようかな。アイナキグロウエアリーフィットアイズ BR1 っていうねカラーになります。手につけるとこんな感じの色合いです。かわいい。結構このオレンジ真ん中のやつめちゃめちゃ好きな色合いです。でちょっとこのブラシを使います。これねシャネルのブラシになります。でちょっと一番薄い色をアイホールに。これ結構オレンジ系のベージュですね。でなんか微粒子のラメパウダーが入ってる感じ。下に塗ります。で、で真ん中のオレンジを目の際二重幅に入れます。かわいいこの色。こんな感じ。結構オレンジ出てるね。かわいい。こんな感じで夏っぽい下もいます。私やっぱオレンジかわいいよね。オレンジメイクばっかりしてしまいます。こんな感じです。でこの一番ね濃いブラウンを目の際に入れていきます。これもちゃんとしっかり発色してくれますね。今日ペンシルライナーなしにして、これでアイライナーっぽくしきます。こんな感じ。はい、じゃあちょっと下も入れます。はい、こんな感じです。ちょっとこう濃いブラウン入れたらちゃんと引き締まっていい感じです。かわいい。こっちのカラーの方も結構気になる。なんか使えないかな。こっちはこんな感じのカラーですね。ちょっとこの緑をちょっとだけ目尻に入れようかな。わかる？目尻のところに少しだけ入れてます。アイシャドウはこんな感じです。濡れた感じに見える。かわいいですね、つぶつぶ。はい、アイラインは DUP のブラウンを使います。あのめっちゃ細いんだよね。今日ちょっとこのカラーのアイシャドウを目尻に入れたので、いつもより細く描きます。はい、アイラインが引けました。ビューラーはシャネルのやつを使います。もう地まつげに慣れちゃった。またあのパーマ行きたい。パリジェンヌ行きたいですね。はい、今日のマスカラはマーシック使います。このマスカラ結構綺麗に上がるんです。はい、最近涙袋描いてるんですけど、こちらのクリオのゴールドシアっていうねハイライトを涙袋のところに、このなんか綿棒を使ってね入れてます。Kパレットのラスティングツーウェアアイブロウリキッドペンシルを使います。これで涙袋のところにラインをつけます。こんな感じ。でちょっと綿棒でまたぼかします。
はい、下まつげはネーミングのマスカラ使います。なんかさっき下まつげがさポロポロ取れちゃって、ネーミングのこっちはウォータープルーフなのでこっちを使ってます。はい、今日使うリップはこちらスックの12番になります。これ最近めっちゃ気に入ってるんだよね。結構ね、オレンジ、この感じのオレンジカラー、これめっちゃツヤが出る系だからね、ちょっとマスクにつくっていうのが難点ですね。もう色がめちゃくちゃおしゃれじゃない？すごい気に入っています。めっちゃジューシーな感じのオレンジカラーはい、こんな感じで今日のメイクは完成です。じゃあちょっと髪の毛をやっていきます。はい、髪の毛も完成しました。今日はちょっと結びました。今日のコーディネートはこちらになります。これがね、マルクのワンピースなんですけど、背中がこんな感じでがっつり開いていて可愛いマキシワンピースになります。これがねオリジナル商品なんですけど、このね、ちょっと透け感のあるような生地を使用していて、中にね、ちゃんと全部裏地がついています。可愛くない？これね、背中ががっつり見えても大丈夫なブラトップを今しています。こことこの首のところに線があるだけで、これね、こうやって隠れるので、結構背中ががっつりの服を着るときとかにめちゃめちゃ便利です。前もね、これでちゃんと見えないです。ここにちょっとこう紐が見えるくらいかな。で、今日のアクセサリーはこんな感じです。2連のチョーカーとこのパールのネックレスと、これ新作のね、パールのピアスになります。今日はこんな感じでちょっとね、ブルガリのカフェに行きます。はい、ということで今日はね、私のゲットレディウィズミー準備動画でした。ブラちゃんもいますかわいい。で、ちょっとね、今からね、ブルガリカフェの方に行ってきます。バイバイ。今ね、ググちゃんにお誕生日おめでとうしたら、なんかカウンターを飲みました。いや、私もカウンターグちゃん6月生まれでね、ルカちゃん5月なんで、はい、もう嬉しい。ありがとうございます。いつもお花くれる。今日もちゃんと選びました。ちょっとじゃあ見てみてください。開けていいの？私も動画撮っとく。あ、撮ったけど、撮っとく。かわいい。こんな感じです。あ、めっちゃいい匂いしてる。めちゃくちゃいい香りします。どうしよう。よかった、ググちゃんっぽい。ありがとうございます。